月曜日始まっちゃいましたね吉谷拓郎コンテンツビジネス学院スタートです月曜のにゃんにゃん日にゃんにゃん日じゃね月曜の毎週月曜日22時放映でございますどうですか今日からまたお仕事始まってうわあ、仕事今週も大週間始まるしんどいなそう思ってるあなたコンテンツビジネス今回攻略して攻略して もうさっさと辞表を叩きつけて自由な人生を送れるようになりましょう。はい。今回ね、いいと思いますよ。なかなか、だが断る。<laughs> どうしようかな。だがこ攻略を言うてだが断る。塾に入らないと教えないよって言うんでね。だが断るっていう。どうしようかな。まあ言いましょう。特別ですよ。特別に教えちゃいましょう。有料級ですね。断りたいけど。 教えたくないけどはい行きましょうか <laughs> コンテンツビジネスをこう攻略する上で特に初心者初動ですね初動でこれやっとけば攻略できるよっていうねこれこうまず概念ですねコンテンツビジネスで稼ぐ上でまあ大体まあ僕がねあのネットビジネスまあコンテンツビジネスをこうやっていく上でや,やっぱネットまあまあ僕が一番最初はブロガーフリエイトだったんですよもう20年前の話ですけどね あのブログアフリエイトで稼げるみたいなのがネ,あのネットとかあと本屋でもね僕が買ったのがライブドアでまあアマゾンで調べていただいてもいいですけどもあるかなライブドアで年収1,000万稼ぐみたいななんとか竜みたいな堀江さんがこんなやっててねライブドアブログで年収1,000万みたいなね雑誌も買いまして懐かしいなまあそこからねネットビジネスに入ってって、まあ、コンテンツビジネスをこう 入っていくわけなんですけども、まあ、ぶっちゃけ、その本もコンテンツですからね、今思うと。アフリエイトで稼ぐっていう本、コンテンツですよね。僕は買ったんですけど。で、そのコンテンツビジネスを攻略する上で、やっぱ、まず。目指したいところですよね。目指したいところ、どうですか、目指したいところ、一万円ですか。まあ、ドリームアカデミアって、僕塾やってるんですけど、そこも。成功の定義ね、成功の定義、成功っていっぱいあるじゃないですか。 ね、イーロン・マスクになったら成功ですかと上場企業を作ったら成功ですかとなんか成功の定義っていっぱいあるので100万にしてますで100万が少ねえと思うんだったら僕じゃないので他に行ってくださいって話です月収100万ですねこれはなんでこれに置いてるかっていうと僕自身が初心者の時ね月収100万パソコン1台でっていうところに憧れてネットに入ったんでだってハローワーク行っても月収100万のなんか求人ないじゃないですか 月収100万って結構パンチありません夢ありますよね僕。僕は夢あると思うんですよ。なぜならば一般の求人誌に100万なんか載ってないですからね。まあ営業職とかでね頑張ればいくらっていうのは載ってますよ。営業職はね。だけどこれはまあ一般的にあんま載ってないのでしかもパソコン一体で自由な生活ですよ。そんな求人誌ないですよねあんまりね。 でじゃあこの月収100万を攻略していく稼ぐためには何せんとあかんのかって話なんですよここ目指すんだったらねここ目指したいしここ目指すためにはどうすればいいのか何やらないといけないのかっていうことなんですけどもこれはね概念としてこれを意識してこれをやれば100万いくんだよっていうこれやれば100万いくんだよっていう意識があった方がいいです。これがもう攻攻略略ののコアです攻略の要は コンテンツビジネスのいいところコンテンツコンテンツビジネスのいいところはまあ自分でこうやっていくわけなんですけどこのコンテンツに対しての価格なんですよねコンテンツに対しての価格こちら自営業ですから自営業だししかもこの例えばこれはこの商品を売るってなった場合ねこれのプラスチック代とか工場で作る工場が必要だったりとこれ工場必要ですよね多分ね どうですか大量生産する上で工場必要だし人も必要だしでもコンテンツを作る上で工場必要ないあれば作れるんですよねだからこの価格って本来だったら価格って原価より高くして原価があるじゃないですか普通だったらね普通原価があります人件費とかもろもろ入れたまあそういうの原価がありますここに えー、あの価格原価があって価格ですよね価格でここの差じを取るわけですよねここので中あのまあ問屋さんとかね、まあ、その工場から直送みたいなのもあったりとかもしますけど基本的に、まあ、ここで問、まあ、屋とかがあるんだったらここで中抜きがあったりとかもしますしで工場から直送だったとしてもここの価格とここの原価の差があることによって利益が取れたりするわけじゃないですかもちろんですよ 客寄せパンダの商品として原価より下げて安くしてこれを集客として使って他で売り上げを作るっていう方法もありますよだけど一般的にはこの原価に対して少し上乗せして利益を取っていくっていうのが普通なんですよわかりますでもコンテンツビジネスってありますって話なんですよこれがこれはねないんですあんまり。あるるとするならば、まあ 有料で勉強したこととかでですよね有料で情報を仕入れましたっていうことだったらまあそれは原価あるかもしれないですけど、まあ、これはないようなもんなんででなんでないようなもんなのかっていうとこのこの一つの商品に対してね一つのこまあこれにしましょうかこれ一つの商品一つねこれを 100, 100個売るってなった場合これよく考えコンテンツビジネスのすごいところなんですよ。これね1つ こ,れ100個このボマジックペンマジ,クマジックペン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 をひ1個を、まあ、1個ありますよねこれを100個売ろうとしたら100個に対しての原価が必要なんですよ100個に対しての原価分かりますそれそうですよねどうですか当たり前ですよね これを作る原価もあればこれを作る原価,も原価もあるわけじゃないですかこれも作る原価がありますよねまあそれを大量生産することによってギュギュッと抑えてるわけなんですけど基本的にゼロから生み出せないですよね当たり前ですけどプラスチック必要だしインク必要だしって話ですよねだから普通はそういう話なんですよでもコンテンツビジネスは何かっていうとこの1個のコンテンツですね1つのコンテンツ1つのコンテンツ 一つのコンテンツを100人にダウンロード販売できます。100人。1000人にダウンロード販売できます。1万人にダウンロード販売できますって話なんですよ。でも、これって一つなんですよ。だからもし仮に情報を有料で仕入れたとしても、それだけなんですよ。これ大丈夫ですかこれ覚えといてくださいね。 コンテンツビジネスめちゃくちゃいいよっていうそ、こそこにも精通、僕がコンテンツビジネスなんで推してるのかっていうと、そこにも精通するんですけど、この一つの商品の原価を作るときに、情報を有料で調べましたってなったとしても、ここしかかかんないんですよ。あと、ここに提供するときにコストかかんないんですよ。コストでいうか原価ないんですよ。だから原価があるようでないようなもんなんですよ。わかりますここ覚えておいてほしいですけど。これ、原価必要ですからね。 で、この原価を抑えるために大企業はね、その海外で工場を作って、低賃金で雇ってみたいなことやってるわけじゃないですか。わかります <laughs> これ、めちゃめちゃすごいことですからね。こ普通のビジネスには絶対ほとんどないことが、コンテンツビジネスだったらあるわけですよ。だから、原価があるようでないわけですよ。で 今なんかね、情報なんか無料で入れられるわけですから、無料、まあこのね、僕の話してる話も別に無料で公開してるわけですから、この講義で学んだことをブラッシュアップして有料にしてもいいんですよ。もう一言ますね、この講義で学んだことをブラッシュアップして有料にしてもいいんですよ。全然。自,由自営業は自由ですから。価格をつけるか、値札をつけるかつけないか自由ですから。どうですか <laughs> 例えばまあまあこれなんか概念的にまあまあまあちょっとねあの例,え例え話が微妙かもしれないですけども、ね、例え話が微妙かもしれないですけども、まあ、ちょっとすごい細かい話するとね例えば山、まあ、山の所有してる人がいたりとかするので一概には言えないので、まあ、その細かいことは置いといてね,ね山でなんかキノコをさあの取ってきましたとキノコをね。 ますみません、山の所有権とかなんかそういうの、なんかいろいろ問題とかね、なんとか権とかあるかわかんないですけども <laughs>。これを売ったとするじゃないですか。まあ、その法的にもわかんないですよ。売ったとします。まあ、じゃあ、あれにしましょうか。あれ。あの、メルカリとかね、メルカリとかで松ぼっくりとか売られてるんですよ。松ぼっくりとか。松ぼっくりとかね。そう、調べてください。なんかメルカリで、 意外メルカリスペース意外なもの売れたみたいな感じで調べていただくと松ぼっくりとかひょうあの漂流してきた木あと貝殻とかねこれあの無料で仕入れてますよね多分 <laughs> おそらく山からまあ拾ってきてると松ぼっくりも山からどっかで拾ってきてると思うんですけどそのこの山の所有権のある人もいるかも分かんないですけどまあちょっと拾ってきてますよね多分ね。 でこれをメルカリで売って利益出してるわわけじゃないですすかかります、まあ、こういうのもあるわけですよ物で言うならばね松ぼっくりとか貝殻とかその漂流してきてるやつとかねいろいろメルカリでも売れてるこんなの売れんだみたいなのもねこんなの買うんだみたいなのもあるんですけどもで情報に戻すと情報も結局その無料で仕入れたとしても無料で仕入れたとしても有料でつけていいわけじゃないですか。 無料で仕入れたから有料をつけちゃいけませんっていう法律ありますか？多分ね、僕はないと思うんですがいかがですか？無料で仕入れたものを価格で価格をつけて売ったら詐欺だっていうねあります？どうですか？まあおおおおお,おルルちゃんルルちゃん何やってるんですか？ルルちゃんしょル,ルちゃんそうそうダメですよそれルルちゃん ルルちゃん、ルルちゃん、ルルちゃん、ダメですよ、ルルちゃん。今、大事な話じゃん、ルルちゃん。ルルちゃん、もうちょっといない。や、あ、この放送日には、もう、ルルちゃんいないかな。5月で。まあ、これ、放送日いつだ録画されてるか。ルルちゃん、最後ですね。はい。はい、ということで、まあ、とりあえず、価格つけていいので。<laughs> なんかね、あの、その、YouTube 広告だったかな。YouTube 広告か、インスタ広告かなんかで、なんか、あの、 こんな広告もありまして、そのコンテンツビジネスを教えてる人かな、多分。その本を読んでね。その本を読んで、あの、その情報をもとにそれを売って、まあ利益出せますよ、みたいななんか広告もありました。<laughs> 別にいいんですよ、別に。悪いことじゃないですからね。うん。ただ、悪いことがあるとするならば、売り逃げってやつですよね。売って逃げるっていうのは、それはあんま良くないんじゃないかなと思うんですけど。 そうだってダイエットする方法とかも無限にあるじゃないですか別に誰が言ってもあんま関係ないんじゃないかなと思うんですけど、はいまあ、とりあえず、まあ、大丈夫ですかコンテンツビジネスそんなもんなんでめちゃめちゃ利益出ますよって話でねやりましょうっていう話なんですけどもルルちゃんちょっとお願いしますよこれ大事なものねこれ大事な瑠璃ちゃん酒が好きみたいですねルルちゃんこれ酒,酒買ってきたんですけどこれね これちょっといじってましょうちょっとルルちゃんお酒好きなのかなちょっとしまうねえルルちゃんでそう100万目指す上で大事なことがあそう戻しましょうで、えー、これですね概念としてはあのどう,どういうふうに説明したらいいかなうん1人1人からどれぐらいもらうのかどれぐらいもらうのかって話ね お金をいただくののかか、まあ、セールするのかっていう話ですお金をもらうのかっていう。これを考えてくださいなんかねネットになるとこの一人っていうところにフォーカスしてない部分があるんで要はアクセス例えば YouTube だったらね僕も 100, あの100再生とかねもう少ない再生数でずっとやあの売り上げ作り続けてるんですけどみんな,なんかネットで稼ぐイコール、まあ、特にまあ メディアとかに取り上げられるのもインフルエンサーとしてフォロワー100万人ですよフォロワー200万人ですよ総再生数何億回ですよみたいなのが取り上げられるじゃないですかだからネットで稼ぐイコーーールアクセススだったりフフォォロワ,ーフォロワー数ここにフォーカスほとんどしちゃうんですよ僕もまあまあブログアフリエイトとかだったらねブログにアクセスがやっぱないとダメなんですけどコンテンツビジネスの場合は違う違うというか。 これのの概念ができるので、きるブログアフリエイトとかアフリエイトとかそのクリック型の広告とかですよね例えば YouTube もね広告もその再生数がやっぱ少ないと全然見られないわけじゃないですかだから広告,広告収益上がんないんですよだから再生数が少なかったらそれは広告収入に取れないですよねうんだからみんなこのネットで稼ぐってなった場合フォロワーとかアクセスにここに意識が集中してしまいますと で悪いことじゃないんですけどこれって例えば今だったヒカキンさんなんかチャンネル登録1600万人ぐらいいるのかなすごいですよね1600万人じゃあこれ再現性あります今からヒカキン超えできますか再現性多分ねこの1000ヒカキンさんを超えるチャンネル登録を促せるノウハウって多分あんまないと思うんですけど <laughs> これ再現性かなり厳しくないですか そそもそも目指すのは悪くないでしょ今から非課金を超える全然目指すのは悪くないしいいと思うんですけど再現性は僕は低いと思うんですよね低いこのフォロワー数とかアクセスの数を大量に持っていくっていことは再現性が特に初心者で経験がない人がここを目指すっていうのは悪いことではないけども非常にに確率的には低いいいんじゃないかなかと思いますただただでしょ 初心者の人でも、一人の YouTube の再生数1、YouTube の再生数3、YouTube の再生数10。これは再現性どうですかもう一度ますね。初心者の方でも YouTube の再生数1、YouTube の再生数3、YouTube の再生数10。これ再現性はどうですかどうなんですか多分こっちより絶対ありますよね。<laughs> こっちより。悪いことじゃないけど、こっちの方が再現性あるよねって話なんですよ。 でこれでコンテンツビジネスはここでビジネスができるよって話なんですよ。これがコンテンツビジネスの圧倒的なもう誰も教えてくれない攻略法なんですよ。で僕はその攻略方法をずっとやってるんですよ。だから少ない再生数でも売り上げをずっと上げてるんですよ。で借金2,000万も返したしねこ,れこの再生数でね。じゃあこの一人に、まあ、どれぐらいこれお金をもらうのかっていうところで考えてほしいんですけど。 まあこれ塾でも教えてますけどねもう単純にもうこれしかないですこれがあるかないかですもう一度言いますね今から言うものがあなたが持ってるか持ってないかそしてセールスできてるのかできてないのかもうこの一択ですこの一択これしかない100万目指す上であなたがこれは持ってますか持ってませんかそしてセールスできてますか売れてますかこの一択しかないですはいそれがバックエンドですねバックエンドですバックエンド こののの商品を持持っっってててまますかかせんかっていうこの一択です。でこの商品を持ってまず持ってる持ってない前提でありますけどもあとはこれをちゃんとセールスして売れてんのかっていう話ですね。セールスして売れてんのかっていう。でこの前も僕ね30万円の,あの商品売ったんですよ裏でね。しかもそれね一人さっき一人って言ったじゃないですか1サイズですね。 まあ僕限定動画で限定動画でセールスしたんですけども1再生一再生でバックエンド商品が30万作ったやつが作ったんですよ1再生で30万ですこれ他の YouTuber だったら絶対無理ですよね1再生一再生で広告収入30万絶対無理絶対無理でも僕が可能なんですよ1再生1再生って何かっていうと一人に1人にメッセージを送って クロージングかけてるから、ね、先生。あ、1人しか見てないんですよ。だから1再生ですよね。まあ、たまにね。たまにあの10回ぐらい見てくれる人もいるんですけど、たまに <laughs> 1人に送ってるんだけど、その動画をね。何回も見てくれる場合もあるんですけど、まあだいたい。まあ1再生ですね。 はい、でこのバックエンドの価格帯が、まあ、今直近で売ったのが30万ぐらいなんですけど、まあ、これが50万の時もあるし100万の時もあるしみたいな感じですねだから1再生が100万になることもありますしマックスは僕180万ぐらい売ってるので1再生が180万で売ってる場合もあります着金,着金ベースでね入金ベースで、まあ、この180万もらった時は現金でもらったんですけど現金で口座、まあ、その時振り込みじゃなくて手渡しでもらったんですけど180万手渡しでもらいました でも1人からですよ YouTube で言うならば1再生ですよね <laughs> だこれね普通の人が多分あんま考えてないというか、まあ、さっき言った通りネットで稼ぐイコールいかにフォロワー数とかアクセスをこう集めていくかっていうところにやっぱフォーカスしちゃうのでこの1一一人当たりの単価をどう上げていくかっていうところにフォーカスあんましてないんですよ。でこれがちゃんとできるようになればどういうことができるかっていうとねっ。 結構これいつもまあ塾でも,もう腐るほど言ってますけども例えばまあさっき30万の話しましたけど30万だったらはい3十万だったら点5人ぐらいですよね3.5人ぐらいで100万達成ですわかります30万円の商品3.5人ぐらい売ったらもう100万でしょこれ4人だったら資産12で120万ですよね じゃあこの4人を集客して4人と関係性を構築して4人に売ることは不可能なのかっていう話なんですよ。これは可可能能なんです可能ですすただ1,600、まあ、16万人のチャンネル登録するようなヒカキンさんになろうぜっていうのは不可能じゃないけど限りなく不可能っていうね <laughs> どうですか限りなく不可能じゃないですか限りなく不可能なんじゃないかなっていう <laughs> まあ目指すのはいいと思いますよ全然いいと思います。 だけどこっち目指した方がいいんじゃなないいかなっていうじゃあ何やんなきゃいけないのかっていうとちゃんとバックエンドのバックエンドどうやって作るんですかってバックエンド商品はどうやって作るっていう商品はどうやって作るんですかと初心者の人がどうやってこの高単価な商品そもそも作ればいいのと経験もありません何もないのにどうやってバックエンド商品作ればいいのって話じゃないですか。 だからそれを学ぶ知る必要があるんですよで学んでバックエンド商品が作れるで今度どうやって売るんですかって話ですよねどうやって売るじゃあこの高単価の商品をどうやって売るどういう売り方があるのをどういうふうに売っていけばいいのかっていう話ですよねでこれもやり方を学ぶそして実践するであとは相手ですよね相手との関係性ですよね関係性構築これはどういうふうなことをやっていけばいけないのかっていうだから大体この30万円とかね 高単価の商品を売る上であなたが勉強してやらないといけないことがたった3つなんですよ。たった3つです。30万円の商品の作り方、高単価の商品どうやって作っていけばいいのかっていう作り方と、どうやって売っていくんですかっていう方法ですよね。2つ目ですね。あとは売る相手との関係性どうやって構築していきますかっていう話なんですよ。この3つしかないんですよ。で、この3つも勉強すればいいだけなんですよ。で、これを知らないんです勉強してないんですよ。 いや、本当これだけで100万いきますからね。これ50万だったらね、単価50万だったら、単価50万だったら2人じゃないですか。計算式間違ってます ?50 万かける2で100万でしょだ僕の塾生さんで去年ね、73歳の方が塾入ったんですけども、100万いきました。で、100万いった理由が何かっていうと、40万円のバックエンドと60万円のバックエンドを作って売れたんですよ。もうこれ100万ですよね。どうですか 40万円のバックエンドと60万円のバックエンド作って売りました。確かこれぐらいだったと思います。確かね。すいませんちょ。ちょっと誤差あるかもしれないですけど。でも100万超えて、まあ音声対談取ったんですけど、これ作ってなかったら100万いってないですよ。これ作って売れてなかったら100万いってないですよ。なんで100万73歳の方でも超えたのかっていうと、こうバックエンド作って売ったからなんですよ。だから100万超えたんですよ。当たり前ですけど。これが1000円とかね。 100円の商品で100万超え100円の商品で100万突破するってなったら何人売れば1万人ぐらい売らないといけないでしょ1万人に売る方が難しいですよ多分1万人に売る方が難しいです多分 <laughs> だからそのここを学ばないといけませんよってお話ですでまあなんだ,だいでここで 大事になってくるのはこの作り方とか売り方とかなんですけどもぶっちゃけぶっちゃけ言いましょう一番大事なとこどこかっていうとぶっちゃけですよ僕,僕も意識してやってることはぶっちゃけこれも大事ですみんなこ結構ねこっちにフォーカスしがちなんですよなんだけど結局人と人なんで <laughs> あのねここが大事なんですよだから今回その攻略法でしょ 攻略するには人を攻略しろって話なんですよ人を攻略するといういいじゃないですかここでまとまりましたね人を攻略するってことですコンテンツビジネスを攻略するっていうのは何かというと人を攻略するってことです人との関係性ですよねどうやったらラポール築けるのって話なんですでぶっちゃけこのラポールをしっかり、まあ、関係性をしっかり構築し していれば売り方が下手だったとしても商品、まあ、まあ価格はすいませんつけてください価格はただ値札をつければいいだけなんで <laughs> だからここはあんまりそのまああった方がいいですよもちろん売り方もあの売れる売り方をあった方がいいです商品もあのいい商品の方がいいでしょうなんだけどここの関係性を構築できれば売れるんですよね売れます まあこれはね悪い事例です悪い事例ですけど悪い事例ですけれども言いましょうこれは真似しちゃいけないですよ真似しちゃいけないけど学ぶところはあるってことです真似しちゃいけませんだけど学ぶところはありますなんで売れるのかこのラッポールお客さんとの関係性でなぜ売れるのかっていうところですよねこれは真似しちゃいけないけど学ぶところあるよっていうところでご紹介しますけども最近メタ社の、えー、堀江さんもねすごく言及したりとか前澤社長もね 今、まあ国、国とか、もうちょっと動いてるのかな ?SNS の詐欺広告ですね。SNS の詐欺広告です。詐欺広告。まあこれ調べていただければ、YouTube でも結構出てるし、堀江さんも言及してるし、前澤社長もね、もう表に出るみたいな感じでやってるんですけど、これ被害額相当すごいです今。で、これ何やってるかっていうと、なんか著名人ですね。著名人。著名人の画像とか素材を勝手に使って、 勝手に使って、まあ、投資結構投資が多いんですけど投資案件ですねこれちょっと騙されないでくださいね投資案件で著名人っていうまず信用ですよね信用なぜ広告で著名人が勝手に使われるのかもうこの著名人に対してある程度の信用残高があるとでその著名人人信用ががある人が、えー 投資を始めましたなんちゃらすごい投資は鶴瓶、ね、さんとかも前使われてましたらね鶴瓶鶴瓶さんが投資案件やってるみたいななわけねえだろうと思うんですけどでそれで、まあ、例えば10万円が1000万になりましたとかねまあみたいなそのキャッチコピーで感情が動くような信用があった上でその人がこんな投資案件あるよっていうじゃあちょっと登録してみようかなってなるわけですよ。 ね、登録しようかなっつっまあ大体 LINE に誘導 LINE かな LINE でやられてるのかなはいでこれでまあ広告が出されていて、まあ、LINE に誘導されますと、はい、LINE に誘導されますとで LINE で何やるかっていうと関係性構築ですよねなんかこうやり取りがするわけですよこうやってであこの人は間違いないあまあもともと基盤として著名人使っているので信用はありますなおかつその著名人と直接直接のやり取りですよね 直接とかまあなんかやり取りをしてここで信頼が生まれると。であの3000万入れてくまあ三千万とかねなんかね6000万騙された一千1000万を何回、まあ、結構ニュースあるんで見ていただくといいと思いますけど3000万入れましたとか6000万入れましたとかこういうすげえもうなんか30万とかのバックエンドのクラスじゃないですよねもはや。 6000万、僕もね、6000万の商品売ったことないですね。6000万のコンテンツ売ったことないですけども。これ、何もないけど売ってるんですよね。え何もなくて売ってるんですよ、これ。何の提供もしてないんですよ。これ、やばないですかいや、僕、ちゃんと塾のコンテンツ提供してますよ。塾のコンテンツ提供してるけども。これ、何も提供せずにこのお金が動いてるわけですよ。これ、なんでこのお金動くのって話じゃないですか、そもそも。そこには、 信頼があるわけですよねこの人に任るとけは大丈夫だっていう分かります <laughs> だからもちろんその具体的な売り方とかねやり方とかも大事なんだけど土台,土台のところはお客さんとのラポール信頼関係をどういうふうに構築していくのかっていうところが超大事なわけでしょ。でそこをしっかりやってればセールスがあんまうまくなくても商品のコンセプトがあんま良くなくても売ることは可能なんですよ。 オッケーですかじゃあ何やればいいのかって話ですねじゃあ日々どういうことをやらなきゃいけないのかって話なんですけど、はい、僕もやってますすいません僕ももう、まあ、すいませんドロめちゃくちゃこのこの攻略法ねめっちゃ泥臭いんですよ泥臭いですけど間違いないっていうお話ですねはい一人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 にマンツー動画を送ったりとかねマンツー動画 これね一般公開してるのでマンツー動画4,000本ぐらいありますからね、まあ、4,000本やんなくてもいいですけど <laughs> これを徹底してやってるんですよでなんでこれを僕はやってるかっていうと再生数そもそもリーチも少ないしリストも少ないので1人に対してしっかりとバックエンドを売っていかないと僕売り上げ作れないのでじゃあ1人の濃さ1人との関係の濃さを上げていくってことですね一人一人の濃さを上げていくって話です でねこれねまあ有料広告の話もしますけど有料広告今からちょっとお話し,しますけどよく有料広告とかで1リストあたりね、まあ、僕も東京で昔広告をバンバンやってた時もあるんですけど <laughs> そ<う>、ね、<laughs> 1リスト例えば1リスト1リスト、ね、100円ぐらいで取れましたよと。 でもねこれまあもういろいろやってる人だと分かるんですけどこれ100円で超安く取れたとしてもですよ50円でやリストが取れたとしてもこれねよくねネット界隈の裏界隈で話されてるのはね薄いリストっていうね薄いリスト <laughs> 濃いリストみたいなねよくこういうワ,ワードが出てくるんですよ。 これまあ確かに安くは取れてるとじゃあ薄いリストを取ってたらどうなのかとじゃあこれ薄いリスト確かに広告単価安く1リスト単価安く取れましたよだけど薄かったらどうなのか薄かったらどうなのかはい結論売れないって話ですねあの容疑者ばっかり集めるっていう、ね、プレゼント欲しさに集まったリストだけ何万リストみたいなでも有料商品全く売れないみたいな。<laughs> 確かにここだけ光を当てればねすごいなと1リスト50円取れるのめっちゃ良さそうだなって見えるかもしれないですけどそれはリストが薄ければ売れないんですよ売れないです、はい、なのでまあ濃くしていかないといけない、まあ、広告をかけたとしても濃くしていかないといけないんですよそのお客さんとの関係性をこれがないとベースにこれがないと売れないってことなんですね売りづらいってことです、はい、OK ですかねはい

自分がどうのこうのじゃなくコメントを返信された側の気持ちになってくれとじゃあコメントを書きました返信があったら嬉しいのか嬉しくないのかどっちですかって話なんですよこの返信した方がいいのかどうかではなく返信をもらった人はどういう気持ちになるのかって話ですねどんな気持ちになるっていうどんな気持ちいいみたいなねまあ柴田さんがなんか昔どんな気持ちいいみたいな煽ってましたけどなんか煽りどうあったな どんな気持ちいいのやみたいな <laughs> この変身された人はどんな気持ちになりますかっていうでもみんな表面上のこれこれんだろうなここで見てるんですよねこ,のこれをやるやる、うん、ま,まあ面倒くさいところもあるでしょうけれどもねうんではどんな気持ちになりますかって話なんですよで僕が好きなエピソードがあってこれ本当にやっぱすげえなと思うエピソードがあるんですよでそのエピソードって何かっていうとキングコング西野さん キングコンググコ西野さんけけけ結構数持ってる人じゃないですか今今ねでも昔数がない時もあったわけですよね一時期オンラインサロンも7万人ぐらいいたのかな今は2万人ぐらいかなキングコング西野さんですねでこのキングコング西野さんがやっぱすげえなと思ったのがあの2,000枚ねこの,このエピソードがあるんですよ2,000枚2,000枚のチケットなんかこうあの多分 そのコンサートのチケットなのかお笑いの,そのチケットなのかちょっと忘れましたけどこの2,000枚のチケットは何やったかっていうと手振り手振りっていういやこれはしびれましたねでまあなんでこれやったのかっていうねその弱者の戦略みたいな話もしてたんですけどで結果的にこれをやった方がその後の効果も高いっていう話もしててそりゃそうだよねって話なんですよ 要は、チケットをね、手売りするのは確かにめんどくさいかもしれないけれども、一人一人に直接会って手売りしてたらしいんですよ。ってなった場合、この一枚の、一枚の重みが変わるわけですよね。だって直接その手渡り、なんかツイッターでこう DM をぐんぐんやって、その DM で直接会って会いましょうみたいな感じで、だって売ってたらしいんですけど、一 <laughs> 枚のお客さんとの関係性が濃いんですよ。濃い。 濃いんですよねじゃあその後ここでもまあ売り上げは上がりましたとここでもね一応売れましたとだけど最終的にどうなのかっていうとお客さんとの関係性が濃いのでこのお客さん2,000人のお客さんが結局その後の商品をまた買って売り上げが増加もう大増加ですよ何回も買ってくれるっていうだ僕もビジネスができるずっとこの少ない再生数でビジネスができるってリピートが本当に多いんですよ。 でなんでリピートが多いかっていうとこういう地道な泥臭いことをずっとやってるからなんですよ。お客さんんとの関係性が深い濃い濃ですよだから僕のお客さんでも10年選手いますからね10年前から買ってくれてるみたいな10年前から買ってくれてる人もいるんですよだからそのコンテンツビジネスやってる人とか情報ビジネスやってる人でこれだけライフタイムバリュー LTV ですね LTV。 結構ここまで10年ぐらいのスパンで LTV 上げられる人多分少ないと思うんですね大体その仕組み作って、まあ、今の若い子とかもそうですけど仕組み作ってステップメールで、まあ、あー1週間とかね2週間やってで売ったらその後関係性終わりみたいなもう全くメール流れない全くコンテンツが流れない だからもうこれでここで売れるか売れないか売れた後一1か月後メールが来ない2か月後メールが来ない3か月後メールが来ない4か月後メールが来ないだからこれでここの仕組みで売れたか売れてないかで終わりっていうだから LTV 上がんないって話ですね僕常に関係性やってるので LTV ずっと上がるんですよまあ LTV っていうのはライフタイムバリュー顧客障害価値みたいな話なんですけどお客さんがあなたに生涯でどれぐらいお金を払ってくれるのかっていう話ですよね で、これも塾の講義でも言ったんですけど、この LTV めっちゃ上げることできれば、少ない人数でもめちゃめちゃ売り上げ上げられるよって話なんですよね。い、いきましょうか。もうね、本当ね、僕ね、LTV やってほしいなと思うんですよね。ここをやっとけば間違いないので、僕もここですからね、LTV ですから、マジで。ここを上げてるだけなんで。で、例えば、 まあこれ10年スパンにしましょうか、まあ、さっき10年言うたんで10年スパンで1人当たりのお客さんがあなたに払うお金がですよまあ僕のマックス言いましょうマックスは1人で500万ぐらい払ってくれてますマックスね大体500万ぐらいマックスですよ1人当たりでもしですよこの10年で1人まあトータル500万ですよねトータル500万ぐらい払ってくれる人がいてます1人ねじゃあ これ 10, 10年で10人になったらどうですかとこ5,000万ですよねこれ20人だったらどうですか ?20 名いたらはい1億ですね一億つまりこれどういうことが言えるかっていうと1億稼ぐのに10年かけ十年中このめちゃめちゃ濃い20名いるだけで1億なんですよ もうね、20名めっちゃ濃い20名がいるだけで1億なんですよ。僕数式間違ってますじゃあこれ、えー、もう計算しましょうか。どうですか10年の中で、えー、濃い人が、えー、20名で1億でしょじゃあ40名にしましょうか。40名だったら2億円ですね2億。 あなたは40名の人とめっちゃ濃い関係性を構築しています。10年かけていろんな商品を買ってくれました。2億円です。40、たった40名です。100万人とか、1600万人のチャンネル登録とか、いらないです。40名です。10年で。めっちゃ現実的じゃないですか <laughs>。めちゃめちゃ現実的ちゃいますの、これ。 いいんですよヒカキンさん目指すのは悪いことじゃない。ね。チャンネル登録100万人、1000万人目指すのは悪いことじゃない。もはやいいことかもしれない。だけど、こっちの方が現実あるよねってお話でございます。こっちの方がね。こっちの2億の方が現実的あるよねって話なんですよ。で、10、10年で500万っていうのは、例えば、あの1年に1回ね、例えば1年に1回50万円のコンサルがあったとして、ね。で、それを10年でもう500万じゃないですか。まあ、簡単に言うとね。 10年間契約してくれたらねまあこんな感じですよねであとはまあすいませんもっと言うと100万円のバックエンドとかねあのもういろんな小粒のやつとかもいろいろやっとけばねいくわけですよでこれで世界一 LTV が高い会社どこか知ってます世界一です多分おそらく世界一 LTV が高い会社これはね僕の見解なんですけどこれはねアップルですね アップル。僕、アップル信者なんですけど、僕もね、あの、吉谷信者ですって言ってくれる人何人かいてるんですけど、僕もアップル信者ですって話なんですよ。いや、アップル信者のライフタイムバリューすごいですよ。僕死ぬまでね、iPhone ですから、多分死ぬまでね4 iPhone ね。僕、iPhone5、iPhone4S か 5S ぐらいから使って、今、今出てるの iPhone15 でしょ。で、まあ、 iPhone 今はすみません僕 i p h o n e 1を使ってないですけど iPhone13 なんですけどまた多分アップデートするでしょう、まあ、iPhone13 いいんでまあまあ使いますけどじゃあ10年後も iPhone13 使い続けてるのかっていうと10年後はさすがに変えてるんででも変えるっつったら絶対 iPhone なんですよ僕はねアップル信者だからパソコンもそうですパソコンなんかこの前ね110万のアップルの買いました MacBookPro16 インチのフルカスタマイズ110万 なん,かわなんか円安になっちゃったからちょっと値上がっちゃったんですけどパソコンもアップルの MacBook ずっと買うでしょう多分僕のアップルに対してのこのアップルっていう企業に払う生涯のお金多分1000万超えますマジでだから今アップルウォッチもあるでしょ iPhone もあるでしょ AirPods もあるでしょ、まあ、MacBookPro でしょでもそれもどんどんまたアップデートして買い続けるので。 エアポップロ今第2世代ですけど今度第3世代出たら多分あれ買うと思うんですよでアップルのタグとかもあるしタグも買ってるんですけどだから僕はアップルに対して生涯お金を払うのは多分1000万は多分超えますっていう人がめちゃめちゃ世界にいるわけですよアップルはねだからアップルは潰れることはあんまないんじゃないかなただね最近なんかアップルのデザイナーが全部なんかやめちゃったっぽいんですよ でジョブズがいた時とだからそのアップルアップルがやばいとするならばこのアップル信者がいや昔のアップルと全然違うよねってなってしまったらアップル信者が離れていくのでまあちょっと危機があるかなっていうところですでもまあまあでもまあ僕はアップル多分買いますね iPhone 多分ずっとマックもずっと買うでしょうけど <laughs> すごくないですかアップル本当に僕はアップルのビジネスモデルすごいなと思うんですけど で、アップルは何やってるまあこれもね、塾とかで言ってますけども、アップルがやってることって、ライフタイムバリューを上げる上でね、信者に対してあのライフタイムバリューを上げる上で何やってんのかっていうと、まあ先ほども言いましたけど、もともとね、アップルってパソコン屋だったわけじゃないですか。アップルってパソコン屋ですよね。だけど今何やってますかと。イヤホンも売ってますよと。ね、ディスプレイ、まあモニターも、モニターも売ってますよね。 モニターも売ってるしあと何だあのタグも売ってるしねなんかタグですよねあの忘れ物したらどうのこうのとかねあとは何だヘッドホンヘッドホンも前に出してますヘッドホンもた単価だ7万ぐらいですよヘッドホン <laughs> ヘッドホンあとまあ今まだ海外で今日本にその調理でりごめんなさい VR ですね VR のあのゴーグルゴーグル50万ぐらいですからね50万ぐらい <laughs> あと何だ、まあ、?iPhone でしょ iPhone とかもうねもう いっぱい出してるんですよ。だから、顧客、一人当たりの、一人当たりの顧客単価上がりますよね。一人当たりの顧客単価上がりませんで、僕もいろんな商品、毎月いろんなことやってるので、だから顧客単価上がるんですよ。アップルもそうですよね。まあ、毎年なんか出してますよね。だから顧客単価上がりますよ一、ね、人当たりの。で、僕も毎月なんかいろんなことやってるんですよ。だから顧客単価上がるんですよ。当たり前ですけど。で、 僕みたいに毎月こんなできませんっていう人がほとんどだと思うんですよ。だからそれをできないっていう場合は、これを仕組み化するってことです。ちょっとこれちょっと高度になってきますけど、これを仕組み化してしまえって話なんですね。これ僕みたいにこうできないっていう場合の人がちょっとほとんどだと思うんで、例えば僕のね、一億、コンサル生で1億行った子は、まあ顔も出さず、こう仕組み化でほとんどやってるんですけど、こういうのを細分化した商品とかも、例えば、 顧客単価を上げるために、まあ、一つの仕組みを、事例をお話しすると、はい、まずあ、フロント商品ですね。フロント。で、フロント商品を買ってくれた人にバックエンド。バックエンドでしょで、バックエンドを買わなかった人。ここ買わない。買わない。買った。 フロ,ントフロントの低単価の安いまあ3,000円ぐらいか3,000円ぐらいですねでバックエンド40万ぐらいかな今、まあ、ちょっと上がったかもしれないですねでかでフロントエンドを買ってくれた人に対してバックエンドを売りますっていうステップメールの流れですねでその後バックエンドを買わなかったっていう人は今度また次のシナリオがあってダウンセルですねダウンセルこの40万はちょっとこれにこの,商品この商品に興味あるんだけどちょっと40万はちょっときついよっていう人にダウンセルっていうね ちょっと価格を落としたパッケージで売るっていう。で、じゃあ、買った人にはどういうオファーしてるのかっていうワンタイムオファーですね。ワンタイム。ワンタイムオファーでアップセルで20万円ぐらいの。もうここだけで1、2、3、4みたいなのがあるわけですよ。で、なおかつまだ他にもありますからね。他にも <laughs> ちょいちょい。だから、これをこういうふうに仕組み化すれば、もうあるものをこの、ある程度この顧客単価を上げるための 商品ラインナップを作っちゃってそれをシナリオで細分化してしまえば分岐させてしまえばいくららでででも自動で顧客単価を上げられるんですよ、まあ、これはちょっとね高度になってきちゃうので初心者の人はいきなりこの設計図を作るのはし,しんどいですよね。ただもう本当にシンプルに言ってしまうと一番最初に言った通りり、ね、これを作れるか作れないかこれを売れるか売れないかが超大事です100万いくのにね、うん。なんでこれの作り方とか 売り方っていうのはいそんなわけでそんなわけで次週は次週はバックエンドどう作るのかとかどう売るのかこれ話しちゃいましょう聞くしかないね聞くしかないいや本当これ作れないときついですよこれ作れないときついし売れないときついですよ100万難しいですよ やるんだったら100円の商品を1万人に売るとかですよでもそっちの方が超難しいし非現実的です100円の商品を1万人に売るっていうのはね非現実的ですでもそのまあ根質的なくその攻略方法はあの本当はお,いやお客さんとの関係性をすげえ大事にするってことが大事なんですよ、うん、そ,そこをねやっぱまあビジネスとして捉えてる人が少ないんでね うん、なんか副業でどうのこうのみたいな話なんでそのお客さんとはもはややり取りしたくないみたいなね、うん、でも誰がお金払うのって話でお客さんがお金払うのでお客さんとの関係性を構築しないと売れないですからねうんはいということで、えー、次はねバックエンドみたいななんかそういう話をしようかなと思いますので次週ご,ご期待ください。 はい、あとね塾もやってますので塾に興味あるよとかね僕の商品に興味あるよっていう方は裏メールマガ登録しておいてください裏メールマがでしか塾とかなんだあー商品のご案内有料のやつはご案内してませんので、はい、興味ある方は裏メールマガ登録しておいてくださいあと一応ね本も出してます本もね本本ね買われてないという方はねこちらはね8年経ってまだ売り続けてるという伝説の本でございますいやーねこれ結構内容いいんですけどね 正直、まあ今言ってるようなフロントエンドとかバックエンドの話も全部入ってます。バックエンドの話とかも全部入ってますよ。で、しかもありがたいことに、これまあ部数3000部しか吸ってないんですよ。3000部。3000部しか吸ってなくて、その希少価値があるんですよ。世に出回ってないからね。だから、あの今中古でしか買えないんですけど、全然元本割れしてないっていうね。もはや上がってるっていう。今これ定価1900円ぐらいなんですけど、中古で3000円ぐらいです。確か。 そう一向に一向に値段が下がらないですねなんか有名な人の本とか1円とか10円とかで売られてるじゃないですか部数多いんでこれはね8年経ってもずっと値段下がらないですありがたいそうありがたい <laughs> でもこれめちゃめちゃねもうあの書いてありますからフロントバックエンドとかアップセルとかもうそういうのも全部書いてあります全部ですこれ,これ結構いいっすよ自分で言うなって話なんですけど まあ自分の本とか言ってもいいと思うんですけどいやこれねあとメールの書き方とかも書いてあるしねもうめちゃめちゃ細かくあとあのお客さんとのラポールお客さんとのラポールを構築する上でのそのファンをどう作っていけばいいのかとかねファンの作り方とか概念とかそういうのも書いてありますしまあ,あとはね本当ねビジネスとしててやっほしいんとね多分うまくいかない人はほとんどねビジネスという視点で考えてないので。 なんか副業でどうのこうのっていうやっぱそういう視点の方が多いのでビジネスとして捉えればまあほとんど成功するんじゃないかなと思いますなぜならばビジネスとして捉えてこのコンテンツビジネスに入ってくる人がほとんど少ないのでそれは勝てますよね。ビジネスっていう考え方で勝負しているのか何か楽して儲かるのか副業っていう人と勝負絶対その勝てるじゃないですかこんなの。<laughs> だから逆に美味しいんですよ、ここの市場って。だから美味しいから僕やめないんですけど。だって参入してくる新規の人がみんなそんな感じで参入してくるので、負ける気がしないですね。本当に。だって僕ビジネスとして捉えてやってますので。ビジネスです。でもみんな副業でなんか儲かんのかなみたいに入ってくるんで。まあ負けないですね。うん。<laughs> そう。でも一個ね、僕はビジネス持っとった方がいいと思うんですよね。 はい、でもその副業みたいな簡単に儲かるみたいなマインドの人はまあノウハウ買った終わりでノウハウコレクターになったら終わりの傾向がありますので、まあ、しっかり勉強してしっかりやってくださいそうすれば稼げるようになりますが結果出ますんでビジネスをしてやって企業家マインドビジネスマインドでやればあ大丈夫ですはいでは終わりますご視聴ありがとうございました